オットー・ジンガー・オットー・ジンガーは、ドイツのピアニスト、指揮者、作曲家。後に、アメリカでも活動した。同じく音楽家である息子のオットー・ジンガー、1863年9月14日から1931年1月8日についてもこの講で述べる。ジンガーは、ザクセン王国ビルテンのゾーラで生まれた。ドレスデンで教育を受け。 1851年から1855年にかけて、ライプツヒ音楽院で、イグナーツモシェレス、モーリッツ・ハウプトマンに支持する。その後1865年までを、ライプツヒで過ごし、フランツリストのイタバイマールへの短い滞在を経て、ジンガーは1867年、ニューヨークに渡った。1873年には、シンシナティに移り、セオドア・トーマスの下で、 音楽助監督となる。同じ年に1回目のシンシナティ名フェスティバルが開かれている。ジンガーはアメリカ独立100周年を記念したカンタータピルグリム・ファーザーズの上陸を1876年のフェスティバルのために、また1878年のシンシナティ音楽堂の小ラ落としのために祝典商家を作曲した。その他にも様々な合唱協会で指揮を行い、 1892年まで、シンシナティ音楽大学で教鞭を取った後、ニューヨークに戻りそこで没した。ジンガーはリストとリヒャルトワーグナーの熱心かつ積極的な信徒であり、それは彼の作品とピアノ演奏の両方に現れた。カンタータ以外の作品には、公共曲をはじめ、複数のピアノソナタやピアノ競奏曲、室内楽曲やオルガン曲などがある。 彼の息子である、オットージンガー二世はアメリカで教育を受けた後、ドイツで作曲家、指揮者、編曲家として活動し、ボーカルスコアを含む大量のピアノ用編曲を残した。その中には、ルートヴィヒバン・ベートーベンのすべての公共曲や、少なくとも五十七曲を超えるリストの各曲、ヨハネス・ブラームスの全公共曲、リヒャルト・シュトラウスの全公共詩、ワーグナーの歌劇、 学劇のボーカルスコア、加えて、アントン・ブルックナー、エクトル・ベルリオーズ、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、グスタフ・マーラー、オイ・ゲンダル・ベール、フレデリック・ディ・リアス、ピョートル・チャイコフスキーなどの作品が含まれている。プラット、ウェルド・セルデン、エド、シンガー、オット、グローブ、エス・ディクショナリー・オブ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ、ロック、ニューヨーク、マクミラン・カンパニー、 p362 ユニバーサルサイクロープデアアトラス1902ニューヨークディー・アップルトーン &CO 楽譜のクレジット表記等では多くの場合オットーシンガーとのみ名乗ったブレイナード s バイグロフィスオブアメリカンミュージシャンズ p255-http コロンスラッシュスラッシュ vc ドットリブドットハーバードドットエルスラッシュ vc スラッシュデリバースラッシュスコアーズ 009793895ハットバックカバーオブオットーシンガージュニアエスピアノリダクションオブダスリーベスベボートブライトコフハーテルライプツヒ1922ありがとうございます